皆さん、こんにちは。大相撲の幕内経験者で、小兵ならではの動きの良さや豪快な塩巻きで土俵を沸かせた照強関が引退することになりました。伊勢ヶ浜部屋の照強関は、兵庫県南淡路市出身の29歳。阪神淡路大震災が発生した平成7年1月17日に淡路島で生まれ、平成22年の春場所で初土俵を踏みました。片手一杯の塩を掴んで豪快に巻く姿がファンの人気を集め、身長は1メートル70センチに満たない小兵ながらも、動きの良さで浅く回しを取って食い下がる相撲で番付を上げました。平成29年の初場所で新十両となり、平成31年の春場所で新入幕を果たすと、令和元年の名古屋場所では12勝3敗の好成績を残して敢闘賞を受賞。翌年の秋場所では自己最高位の全頭3枚目まで番付を上げました。しかし去年の春場所、およそ5年守ってきた関取の地位から幕下に番付を落とすなど、最近は成績が振るわず、西の幕下36枚目で迎えた今場所は初日から休場していて、18日日本相撲協会に引退届を提出し受理されました。照強関は2022年11月の九州場所は15戦全敗、幕内の同一場所での15戦全敗は91年名古屋場所の痛い3以来で、31年ぶり5人目でした。一体何があったのかと尋ねられると、持病の糖尿病の影響を明かしたとのこと。当時照強関は場所で勝てなくなっていくうちに、体に力が入らない感じがしました。取り組み中にできていたことができなくなっておかしいなと思っていたら、血糖値が400くらいまで上昇していました。場所中はインスリン注射を打っても下がらなかったそう。九州から帰って薬を変えたりして改善を尽くしていたようです。体の異変を察知していながら最後まで出場することを選び、15日間全敗という不名誉な記録を残しましたが、本人は全敗して悲観的になっても何も始まらない、怪我をして15戦全敗なら次の場所にも影響が出るけど、自分の場合はそうじゃないからと前向きな姿勢を崩しませんでした。良い記録も悪い記録も土俵に立ち続けたから打ち立てられるものですからと力説していました。19年初場所以来となる十両として臨む場所が目前に控える中で、いつも通り怪我なく頑張りますと意気込み、目標についてはまた上で相撲が取れるようにと幕内復帰を目指す決意を述べていましたが、照強関の体は悲鳴を上げていたのでしょう。そんな今回引退を発表した照強関には元ヤンキーという噂が存在します。では照強関が元ヤンキーと噂される理由や力士情報に関して解説していきたいと思います。照強関の簡単なプロフィールは、名前照強正気、本名福岡正気、生年月日1995年1月17日29歳、職業大相撲力士、出身兵庫県三原郡三原町、現在の南淡路市、出生地は洲本市、学歴南淡路市立三原中学校。阪神淡路大震災が発生した15時間後に兵庫県洲本市にある兵庫県立淡路病院で母親の菊井真希さんのもとに生まれた照強関。そのため幼い頃は地震くんや運命の子と呼ばれることもあったそうです。ちなみに角界入りした後も毎年1月17日になると取材が来たり、震災で子供や孫を亡くした方から手紙が届くこともあるとか。ただ当の本人は生まれて間もないため震災の頃の記憶はなく、物心がついた時には復興していたと語っています。さて、幼い頃からヤンキーの素質があったのか、6歳の頃には親の名前ですら呼び捨てにしていたという照強関。しかし祖父菊井達夫さんの前では素直でおじいちゃん子だったといいます。小学3年生の時に両親が離婚し、それ以降は親権を持つ母親真希さんと祖父達夫さんに育てられました。そんな照強関が初めて相撲に触れたのは小学4年生の時で、わんぱく相撲の大会に飛び入り参加し、初めてながら2位になったことが
きっかけで地元の道場に通うようになります。そうして中学生になると南淡路市立三原中学校在学中に全国大会でベスト16にまでなりました。また当時所属していた相撲クラブは非常に厳しく、38度の熱で休んだ翌日の稽古で監督から市内で殴られ、熱が40度なら休んでろ、39度は見学、38度は稽古したら治ると言われたといいます。ただ中学3年生になると相撲道場には通っていましたが、勉強嫌いなこともあり学校には年間30日しか出席しなくなっていました。髪も金髪にして毎日夜遊びするなど荒れた生活を送るようになっていたのです。おそらくこの頃にやんちゃしていたことが後に元ヤンキーだと揶揄される原因になったのではないでしょうか。そんな照強関の中学時代のヤンキーぶりを見かねた母親真紀さんから、高校に行きたいなら学校に行け、プロに行くなら遊んでもいいと言われ、さらに中学卒業後は肝臓がんのため56歳で他界していた祖父から力士になれと言われていたこともあり、高校には進学せずに大相撲に入門することを決意します。そのため道場の監督と師匠が知り合いだった伊勢ヶ浜部屋に入門しました。伊勢ヶ浜部屋といえば現役の幕内経験者としては照ノ富士関、安美錦関、宝富士関、富士関が在籍しており、元横綱の春馬富士が所属していたことでも知られる名門です。また伊勢ヶ浜部屋は稽古が厳しいことでも知られていますが、伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士に、うちの部屋で一番稽古をやる方、かなりやってきたと褒められるほど照強関は懸命に稽古を続けました。親方や横綱の春馬富士関から、力士としては小柄、169センチ112キロな照強関に対して、小さいんだから人の3倍やらないとダメだよと言われたことを心がけて稽古をやっていたそうです。こうして厳しい修行を積んだ照強関は2010年3月場所で初土俵を踏みます。序ノ口、序二段は早々に通過し、三段目では負け越しを経験するも、2012年3月場所で幕下に昇進することができました。これは平成では貴乃花関、稀勢の里関に続くスピード出世だったのです。ちなみに照強関の四股名には、強くなって周りを明るく照らす力士になれという願いを込め、伊勢ヶ浜親方が名付けました。このような期待を背負い、一時期は三段目に陥落するも、徐々に幕下に定着し、6年10ヶ月の下積み期間を経て2017年の初場所で十両へ昇進しました。兵庫県南淡路市出身の力士が十両に昇進したのは55年ぶりで、さらに伊勢ヶ浜部屋から中卒の関取が出るのは初めてだったのです。そして2013年の3月場所で念願の新入幕入りを果たしました。大相撲の世界に入ってからは、そこも元ヤンキーと言われるようなことはなく、むしろ中学生時代に他界した祖父の墓の費用を全額負担したり、看護系の大学に通う妹の咲さんの受験費用を出したりと高校息子ぶりを発揮しています。土俵を沸かせてきた照強関の引退には衝撃が走りましたが、照強関は19日記者会見を開いて引退を決断した理由などを説明する予定だそうです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。